セオドア、テッドコールとラルフローは1937年にアルカトラズからの二つ目の文書化された脱出の試み未遂に参加した。当局は彼らがその試み未遂で死亡したとすぐに結論付けたけれども彼らの遺体は決して発見されなかったし彼らの運命は不明のままでありそのために事件はアルカトラズの脱獄できない刑務所としての評判を最初に 呼び起こした。コールとローは、二人とも、オクラホーマ州で、有罪判決を受けた、銀行後盗犯であり、州のマカレスター刑務所からのもっと以前の無関係な、脱獄の未遂の間に捉らえられていた。逃亡の恐れがあると判断され、彼らは二人とも高継備なレブンワース刑務所に、収監され、その後1936年に高継備なアルカトラズに移送された。 彼らは刑務所のマットショップで働く仕事を与えられた。これは島の最北端にある施設で、そこでは廃棄された自動車タイヤが薄く切られ、アメリカ海軍用のゴムマットに変換された。1933年12月30日に、オクラホマ州の銀行強盗牢は、オクラホマ州、ショーニーで地元の警察と FBI 捜査官との銃撃戦の後に捕らえられた。 同じその銃撃戦は、ローの相棒ウィルバー・アンダー・ヒルの生命を奪った。コールは、オクラホマ州タルサの瓶詰め工場の強盗での彼の役割のために、電気椅子による死刑の判決を受けていた。1937年12月16日に、ノームがサンフランシスコ湾を襲い、海上交通を妨げ、アルカトラズ島の指定を低下させた。コールとローは、 アルタイヤ修理店で働いていた。午後12時50分の印数調査は、すべての受刑者が、居所が、明らかにされた。午後1時30分に、次の調査で、これら男二人が去っていた。店の、窓一つの鉄の棒二本と思いなすいた三枚には、高さ8プラス3、4インチ、長さ18インチの穴が一つ割った。ひとたび、 窓を抜けると、彼らは霧に隠れた高い金網フェンスの門に滑り降りた。タイヤ店からレンチ一つを取って、彼らは門の錠前をこじ開け、浜まで20フィート落下した。彼らの通った後は、その点で消えた。島を徹底的に調べても何も見つからなかった。監視らは放棄されたレンチだけを見つけた。広範囲にわたる数日間の検索が続いた。 島の一部は脱獄者らを一掃しようとする催涙ガスで溢れたが無駄であった。その後の捜査により、コールとローは弓の子を一つ使用して窓バー複数を弱め、グリースと靴ポリッシュの混合物でその損傷を偽装してかなり前から脱獄の準備をしていたことが明らかになった。浜では男らはタイヤあるいは燃料キャニスターで即興で作られたフロートに頼りながら、 どうやら水に入った。彼らがイカダを建設しまたは浸水させたことを示唆する証拠はなかった。刑務所管理らは、コールとローは脱出した直後に溺死した、と結論付けた。ナナー9ノットと推定される、当時の急速な引き潮は、熟練した A 社をさえわんから、太平洋に押し合ったであろう。霧はあまりに濃いので、外部の凶暴者らが、ボートで彼らを拾い上げることは、 ほとんど不可能なほどであったろうし、A 社らは自分らが岸に向かって泳いでいるかどうかを知ることができないほどであったろう。彼らのボディはおそらく浮力装置とともに海に流された。そして12月後半であったために水は下肢46度から58度の範囲で可能な限り冷たくなっていたであろう。ワーデン・ジョンストンもまた彼らが死んだという考えに落ち着いた。 彼らの運命の可能性にもかかわらず、周辺の軍の警察署と FBI はあらゆるヒントと噂を追跡した。その後の数日間、数ヶ月間、数年間に目撃の様々な報告があったが、しかしそれらの正当性は不明である。ヒッチハイカー二人がロートコールを見たと主張し、写真で警察に対して彼らが本人だと特定した。1941年の サンフランシスコクロニクルは、この二人組は、南アメリカに住んでいる、と報じたし、コールの故郷オクラホバ州、セミノールの、あるタクシー運転手は警察に、自分は二人の逃亡者だとわかる、男らに撃たれた、と伝えた。ザ・セミノールプロデューサーは1939年6月7日に、報じた、本日当地で、連邦捜査官らが、1937年に、ラルフローと一緒に、 アルカトラズ刑務所を脱獄した元セミノールの若者テッドコールを探し求めていた。刑務所当局が自分らは彼はサンフランシスコ湾で溺死したと信じると言ってから18ヶ月以上経った後のことだ。当時の G メンらはいつもの沈黙を守ったが、しかしレベンワース刑務所でコールとローを二人とも知っていたアルセミノールの男は 自分と他の地元住民らが逃亡者について質問されたと言った。この分野の連邦捜査局の業務を担当するサンディフットと G メンのスミス商工はおそらく地元の商工との事件に取り組んでいた。オクラホマ州管理らは彼らがセミノール、オクラホマ州、テカムセ、及び小ニーでハイジャッキングを続けたために意図的に逃亡者らの身元を特定しないように するように見えた。ザ・セミノールプロデューサーは1939年6月24日に報じたセミノール・アルカトラズ島の逃亡者であるラルフローをテクムセのハイジャッキングと結びつけている警察署長ジェイク・シムズと高速道路パトロールはのんびりやっていて今日ハイジャッキングの犠牲者のチェックが示された。オクラホマシティでその正午にミセス・ロイス・ダニエルズは 自分も娘ミセス・イージ e ウェルも、ローの写真の身元を特定するように求められていなかったと報告した。ミセス・ダニエルズは、ハイジャック犯がミセス・ウェルから1000ドルの指輪を一つ受け取っている間、1150ドル相当の指輪複数を雑草の中に放ることによって、それらを救った。ハイジャックやらに20ドルの請求書を二つ失った、オクラホマシティのエドタリーも、 自分は、ローの写真の身元を特定するように求められていなかった、と述べた。ありがとうございます。